オイラーの公式、序文、数学の醍醐味には、見方を変えることにより、全く新しい世界が開けてくることがあるのです。時にはそれが世の中を変えるほどの衝撃を与えることがあるのです。オイラーの公式は、 世の中に衝撃を与えたものの一つであるのです。現代の科学、技術において基礎となる計算方式、思考方法に大きな影響を与えているのです。オイラーの公式は一見全く異なる三角関数と 指数関数と結びつけた公式なのです。我々が考えも及ばない関係を導き出したのは天才オイラーだからと交換してしまうのは簡単なことなのですが、オイラーは天才であろうと我々と同じ人間なのです。 彼と我々とは脳細胞の数は同じ。脳神経の発達具合は使うか使わないかによるのです。このことはアルキメです。アイラク・ニュートン。ガリロガリレイ。ライプニッツ。アインシュタインも。さらにはシューベルドショーパン。 ベートーベンも同じなのです。我々の知性の根底には情感があるのです。好きなものは好き、嫌なものは嫌。好きなものにのめり込んでいく幼年期の心がその人の知性の方向を定めていくのです。数学は 人間の営みです。我々もオイラーと同じ脳細胞の数を持った人間なのです。ここから私と一緒にオイラーの発見の道筋をたどってみることにしましょう。レオンハルト・オイラー1707年スイスで生まれ 1783年をした数学者です。彼の前のガリロー・カリレーは、自然という書物は、数学という言葉で書かれている、という言葉を残しています。自然法則を数学という言葉で書き表すことにより、あらゆる自然現象を 正確に、厳密に記述できるのです。このガリレオの残した宇宙に対する見方、自然現象に対する見方が現代科学の根底にあるのです。ガリレオの残した宇宙に対する見方、自然現象に対する見方からアイザック・ニュートンは ニュートン力学という物理体系を作り上げ、数学においては、物事を極限まで細かく見る微分法を発見し、その逆演算としての積分法を発見したのです。ニュートンの主張であるプリンキピア、自然現象の 数学的表現に,においてニュートン力学により天体の運行を記述し天体の運動を微分方程式により計算したのですコペルニクスガリレオニュートンにより人類は宇宙の運行を数学的表現で捉えることが でできるようになったのですこれら先人の努力が現代の宇宙探査人工衛星の打ち上げ運航につながっているのです数学という言葉で読み解いたからこそ計算機コンピューターで計算ができ予測も迅速に かつ正確にできるようになってきたのです。オイラーはガリレオ・ニュートンに多大な影響を与えたのです。このように言うとオイラーは我々ではお呼びもつかない人、天才なんだと諦めてはいけません。私はオイラーに 親しさを感じるのですそれは彼の仕事の発見に至った道筋が自然で分かりやすいからです。彼はいっぱい計算し考えさらに計算し考えさらに計算していってその中に存在した 真理を読み解いていったのです。これは言うのは優しいが行うことは大変なのです。コペルニクス、エプラー、ガリレオ、ニュートンの時代には計算機はなかったのです。暗算するか筆算するしかないのです。彼らの 暗算能力、計算能力は現在の科学者たちは足元にも及ばないと思います。頭脳をよく使うということはこのような必然性があったのです。この章の主題であるオイラーの公式はこのような努力の中から 生み出されたものでありますこの公式では、9数と複素数という異なる2つの概念が1つの公式で結びつけられているのです。この公式により、三角関数と指数関数という2つの関数が統合により、 結びつけられているのです。オイラーの公式は次の通りです。small e の iθ 乗イ,イコール cosθ ーープラス i sinθ イイーー。i は虚数を意味する。左辺が指数関数。右辺が 三角関数で i は虚数単位ルートマイナス1を示します。この簡素で美しい公式の発見に至る道筋とこの公式がもたらした影響を見ていくことにします。受講生諸君も鉛筆を握って 計算をやってみてください。私もやります。そうすれば難しい箇所を乗り切ることができるのです。素晴らしい景色が目の前に広がっていくのを私と一緒に楽しみましょう。2020年2月14日 INU 研究機構、学長、教授、久保です。